四勢が、が、と、う、ば。え、やばくね今誰、誰え、誰今ジョルジ今やーんばー <laughs> ええ<ー笑>あんなパス通んの あれはズルだねあれと、通っちゃうのズルだねそれはやばすぎるそれはやばすぎるあ,あれはやべえわあのボールはやばいかっけージョルジー力かっけー <laughs> くっそうめえやあれはすげえわ 完璧だ。俺ねー、現役時代あのパスが好きだったんですよ、俺。スコアを揺らすよりも、ああいうパス通すのがですね、一番好きだったんですよね。で地味に俺、だからその現役時代さ、ミッドフィルダーやってたんだけど、なんかやっぱジョルジ、ジョルジがなんかやっぱり、俺の理想系なんかなーっていうふうに、最近しみじみ思いますね。最近というか、ぶっちゃけ今ずっとなんだけど。 なんか、ああいう、決してフィジカル的には優れてないけど、あまりにもその卓越した、そのブレインとパスの丁寧さみたいな。っていうぐらい、ああいうパスはマジで気持ちいいな、マジで見てて。いや、すごい。そう、ほんと、ボランチ一度でもかじったことあるやつはね、全員このパスに憧れるのよ。うおー何度でも見れるわ、こんなゴール。 で、今日あ、まだ一切触れてないけど、坂野トロサルもよう、ねえ、合わせたやつがトロサルとか地味に難しい場面だけど、ああいうのをちゃんと決めてくれるの嬉しいわ。いや、俺そうなねよ。俺ね、なんか中学時代とかはそういう選手が好きだったんですよ。なんか時はだってスペイン全盛期、ポゼッションサッカー433が世の中で大流りしたペップバルサだっていうので、やっぱりそういう中盤で散らす。まあ当時だったら、まあセスクとかシャビとかイニエスタとか。 そういうタイプに憧れて、そういうパサーになりていって、ボランチのポジションねやってたんだけど、高校になってから、なぜか死ねえんだけど足速くなって、なんか死ねえんだけど体が強くなったから、あーこれで中盤でなんかおしゃれなパスとか、戦術眼とか言ってるんじゃなくて、サイドでボディ使いながら走り抜けた方が早いんじゃないかと。ってなって、えー、高校時代は脳筋プレイかましましたね。間違いなく中学校の時の方がサッカー EQ ありましたね。 なんかフェイントとか足技とかなんかそんなちょこまかしてるんじゃなくて前に蹴ってガンダするが一番強えっていうめちゃくちゃ多分アホになってたわやったんですけど現役時代亮さんと伊藤さんはプレミア選手に例えるとどんな選手でしたかだからまあ俺だから今はそういえば中学時代ね俺と伊藤がやってた時ははそれはあれですよ俺はまあよく言えばジョルジーニョですよよ,よく言えば気持ちはね今で言うジョルジーニョ だから、伊藤、今から言う選手を逆に特徴言うから、ちょっとどんな選手に当てはまるかちょっと、あの、聞きたいわ。まず伊藤はですね、とにかくシャニムに走るワントップ。で、まあ、こう、泥臭く点を決める側面も持ち合わせてれば、えー、相手のプレーに激怒して、えー、一番最初に突っかかるっていう、まあ、切り込み体調らしさもあったんですよね。 間違いなくうちのチームの中では一番、あの、ぶち切れてる回数が多かったです。やっぱ、岡崎だな。ザキさんかもしんねえな。ああ、ザキさんって言われたらすげえしっくりくるな。うえ、ヌニエそんな足はそんな速くないのよ、別に。足で速くないんだけど、まあ、体投げ出して点取るタイプの、本当に。サイズでもあいつ 160? その時、まあ6、678ぐらいじゃない ハーフ、ハー <laughs> フナーマイクじゃねえだろ、全然 <laughs>。0.6ハーフナーマイクぐらいだろ、店長。おは、トミーどうですかもうマジで言うことないです。もうただのスタメンです。まごうことなきスタメンです。あの、左サイドの寄せも早いしね、カバーもうまいし、チームとして間違いなく良くなってますよ、もう本当に。もう今のあっては、トミー一人の活躍だけじゃなくても、あいつマジアーセルの活躍に直結してるレベルだからさ、 いや、受け方いいよまるでに素晴らしいいやどうだどうだどううまバケモンダメっすかバケモンがいました、今 <laughs> うまー <laughs> いいやオフないよねオフないよね、今ね まず、ここのマルテリーがめっちゃ上手かった。いや、ないんじゃないこれ。多分ないでしょこれ、オフ。いや、バケモンありがとうございますいや、すげえわ。いや、マルチからのボールもパーフェクトだったしね。この切り返しからの、これは素晴らしい。よく切り替えたわ。 あーこれはパーフェクトもう素晴らしい気持ちがいいですね、今日はゴールがあそこ耐えられるし、坂もゴール意外と久々だったりしない怪我とかでいなかったし。いや、まあ油断せずにですけれども、だいぶなんか、ね、久々な気がする。しかも流れの中からってなってくると。いや、もう傍聴やトーナメント近づいてんぞー ゴールは PK 以外のゴールボーマンかん、ボーマンマス戦か。んボーンマス戦あ、ボーマンマス戦か。そっか。4-0以来なんで、だいぶ久しいっすね。やっぱシンプルに速い攻撃が得点に繋がります。間違いないっす。さあ、難攻不落の、え、坂大丈夫大丈夫坂。大丈夫、うんど,どこのシーンなんだろう着地かね大丈夫かねなんか、この感じは大丈夫な時の坂感があるんだけど。大丈夫そうですか まあ変えてもいいんですけどね、全然ね。うん。今日は別に無理せんでもええで、マジで。そんな無理させるマッチではないんですけれども、今ピッチに投入されていきましたね。ちょっと気にしながら。坂にイエロー坂さん休んでくれ。あ、キビオルですか。うーん、ってなるとどうなのこれファイバックファイバックあるか、これ。ジンが上やるとかあるこれ。 ジンチェンコどこいる今。え、ジンチェンコ、ウィギウィングにねないあれ。<laughs> チェンコウィンガーやってない今。チェンコウィング時代到来リーサルエポンだろこんなの。<laughs> 普通にユースの子出してもよかった気がするけどね。だったらね。リベリー君とか。2年前の俺らに言って信じるかな今、アーサル。 二人、前線からプレスかけてんの。ハーバーツとジンチェンコで、その後ろにジョルジーニョとライスいるぜっ、つって。二年前のグーナー、マジで誰一人信じねえだろうな。お前はバカかと、言われるよ、こんなの。どこのチームの話だいっていう感じよね。はい。お疲れ様でした。もう、完勝ですね。 シュートももう最後の最後の最後に打たれた一本のみ。まあ、パーフェクトゲームだったんじゃないでしょうか。